はい、ここは NNK で有名なライクランドさんですね。ライクランドさんの東雲店かな、ここ東雲店さんですね。今ちょっと中覗いてきたんですけど、これバイクのバイクしまうシェルターですね。物置なんですけど、バイクをしまうシェルター、向こうにもありますけど、オートバイしまえるやつですね。これいいですよね。ちょっと片手だからちょっとあれなんですけど、ここにバイク入れて、ここにこうバイク乗ったるから、これ風が強くてもひっくり返らないですよ。ひっくり返るかもしれないけど、基本的にはひっくり返らないです。これオートバイのシェルターですよ。こっちにバイクのシェルターですよ。そう、中はお店は取れないですから、お店の外しか取れないんですけど、シェルター、これは作りがいいので50何万くらいですよ。これはちょっとあのバイク屋さんでも、バイク屋さんじゃなくて持ってそうな感じなんですけど、これもシェルターですね。これ生地になって、生地でもいいな、これ結構いい感じの丈夫なあれだ。これ全然熱い、これになると物置がなければこういうのにしまっておくといいですね。これはあのバイクが下に乗っからないから、風の時はちょっとあれかもしれないですね。こっちはもうこの板の上にバイクなんか乗っかっちゃうんで、がっちりしてますよね。これは537,840円ですね。ドイツ製バイク用品、ドイツ製バイク用本格収納スペースシェルターですね。シェルター、まあそこのあそこの入り口のところにはコカ・コーラの今ちょっと売ってましたけど、お店の中は取れないんで、コカ・コーラのなんだマグカップとかそういうやつですね。コカ・コーラさんこっちに売ってますけど、今日はネスカフェにしときます。ネスカフェ、ブラック砂糖、これいいかな。50円足りない。今日はネスカフェさんの違いのわかるコーヒーですよ。
ただ単に道具が使いたいっていうだけの話なんですけど、これそう、寒い。ここは NNK によると孤独のライダーが集まる場所らしいです。孤独のライダー、まあ、孤独ですけどね、私も。木水は。スカーも吸わなくていいのかな、向こうの椅子は。こっちは木すんですよね。ちょっと煙が、美味しい匂いが漂ってきた。いや寒いな。俺がいるときは NNK は来ないですからね。直送まで怒られちゃうんで、あいつおっかねんだよつって、おっかなくて近寄れねえ。BMW のツアーですね。孤独の人もいないな。孤独のグルメの人も誰を見ても俺よりもみすぼらしいような人いないんだけど、どうしよう。すばらしい人俺しかいないんだけど、どうしよう。しかも昨日猿が葛飾の方に来たから猿探しに来た。猿探しなんかやってねえって働けよって言ったんですね。俺よりも惨めな人がどこにいるんだよ。今日は第4場で白鷺山三橋。俺より惨めな人いないのに、なんで NNK は取材に来ねえんだよ。あの人だってハーレーじゃん。ハーレードラッグスターじゃない。違う、これはヤマハのオートっぽいな。でもなんか似てるからな、わかんないな。俺より貧しい人はいないじゃない。 NNK がそうついてる。
ガーみたいな、ここデガーみたいじゃなくてデガーが真似てるんですよ。俺デガーより先に来てるんですか。これそう、飲んだら次の場所移動しようかな。あのライクランドさんで中のこうなんていうのかな、ヒーターがくっついてる服ちょっと見たんですけど、あの USB で電源取る、結構あったかそうでしたね。熱が来ててこんな感じのジャンパーの中に熱線がこう通ってて、3万いくらぐらいでした。ダイナルといいですね。冬でも結構電源はもうお刺身号はバッチリ取れますから、分かりなければまたこうパッてやりしますけど、自分で。身入りがないからあれなんですけど、このここに来る人はみんな、あでも革靴の人もいるな。寒い。そろそろあれでお金がなくなって、しかも台場の弾薬庫のホラー穴に住まなくちゃいけないし、白鷺と一緒に。さんもあれバイク会社ですからね。会社トライアン、トライアン、サルがいなかったね。サルが、サルさん、じゃあコーヒー飲んでいきましょう。ああいうバイクいいんですよね。ああいう感じの欲しいんですよ。欲しいって言ったってどうしようもないけど、欲しいって言ったら何でも欲しくなるんですよ。